本来は浄土宗で凡出される一つのお勤めでございますけど、今日本でもなかなか100万遍お念仏する公演時間、また僧侶の数がなかなか日本でも集めるのが大変なので、本来は14日間僧侶が20人で行うんです。ですからなかなか20人2週間、ね、20時間、ね、昔みたいに東方さんの数が減りましたので、ね、昔だったら一人のお寺にそれこそ5人とか10人のお坊さんがいました。今は本当に1人か2人、子供も少ないということもありますけど、なかなかそうやって集めてやることができなくなった。本来私たちの浄土真宗の中では御法華というお勤め、これは7日間のお勤めです。これもまさにこの100万遍に、まさにはしませんけど、おとりもしない、ね、行事、私から初めて参加した時はそれは行じゃなかったら行は何かと思っちゃうぐらい、一日に、ね、5回お勤めして5回こう聞いて、そういうことも5回お念仏すると同じですよね。2時間、3時間と。だから一日中朝から寝るまでもお念仏ばっかり、ね、お念仏の話を聞いてお念仏を唱えて、ね、そしてお念仏のお勤めをさせていただく、そういう行事が本来日本にあります。でも、人が集まらない、お寺に来ない、お坊さんも忙しいということで、それこそ私が20年前、例えば20年前からお手伝いさせていただいて、今井先生のお寺、福井県のお寺ですけど、本殿は7日間です。でも、そのお父さんの代で5日間、ね、5日間で22座あるんですよ。1日に5回ないし4回は必ずあるんです。いろんな婦人部の集い、ね、若婦人部の集い、青年部の集い、子ども会の集いと、別の名前を付けてますけど、とにかくいつも誰かお参りしてる。なので、関係なくとても、おじいちゃん、ばあちゃんは子ども会も来てるし、若婦人部にも来てるし、ね、それは名前だけです。週にこの方たちがやります。そうやって参加して、本当に、30件、40件足らずのお盆なんですけど、一番少ない時でも、やはりお参りが15人を聞いたことないんですよ。それにやはり熱心にお参りしてる。でも今、今井先生の代になって2日間、4座、ね、その中で、このプライブが少しずつですけど、こうやって5年前から10万遍、30万、50万、70万そして5年かけてやっと100万遍までことで作りました。本当に初めの10万遍でもう30万遍で終わりやと、10万遍でここまで苦労したら、でもそれが経験となり、ね、太鼓が必要やと、こういうやり方、変な踊りとか歌をしたら、ね、自滅するとか、ね、いろいろやりながら、やはり間違いながら少しずつ進歩して、こうやって、無事、ね、誰も死なないで、ね、この100万遍大念仏を行うことができました。その記念に、昔から、欲しかったんですけど、この声に、このちっちゃな滝ですけど、ちっちゃいのは別に欲しくなかったけど、大きいの欲しかった。それがたまたま、
3ヶ月前見つけたので、まあ、今回の紅葉の記念に庭にね、ちょっと動くものがあったら、まあ、今も残ったこれ1週間飾っておきますけど、まあ、週間終わったらまた庭の出入りをして、庭に入れたらまた庭をまた生き生きとして、ね、生きてくるだろうな、お客さんも喜ぶだろうな、私も喜ぶだろうな、はい、ということで、まあ、今回の、100万遍大念仏、そして、まあ、この花祭りを、最後に本日させていただきました、まあ本当に行われる週間、まあ、10日間、12時間、そして、まあ、今までの、まあ、ここまで、来れるようにしていただいた皆さんには深く感謝します。どうも。